片山守秀です。大沢久渡のオーケストラの作品の演奏会についてお話しさせていただきます。大沢久渡は、戦前の日本のモダニズムを象徴する作曲家といって良い存在だと思います。生まれは1906年ですから、世代でいうと池内友次郎とか橋本邦彦とか深井四郎とか、あるいは松平頼綱とか、こういった人たちと、ほぼ同世代の作曲家ということになります。諸井三郎なんかも近いですね。こういう大沢久渡は神戸で生まれ育ちまして、幼い頃から音楽に親しんで、そして日本の音楽学校には行かずにボストンに留学して、それからさらにパリに行って、1920年代から30年代にかけての話でありますが、数年間の、欧米の留学の中で大変プロフェッショナルな技術を身につけて、しかもシェーンベルク、ストラヴィンスキー、6人組、そういった当時の最先端と言って良いような音楽のスタイルっていうものを自家躍動中のものにした上に、日本人としての感覚っていうものをそれにどう反映させるかということで創作を展開した作曲家です。アメリカ、フランスではセッションズ、コンバース、マーシャル、ナディア・ブーランジェ、ポール・デュカス、こういった作曲家たちに習ってボストン交響楽団を指揮したこともあれば、パリで自分のオーケストラ作品の個展を開いてオネゲルやイベールの称賛を浴びたということもございました。そして日本に帰ってきて、欧米でこう手に入れた自分のスタイルというものを日本の聴衆あるいは音楽家たちに知らしめてですね、日本の作曲界の、言ってみればトップに立とうというような野心を持っていた人だったわけですけれども、やはり彼の作風が当時の日本の音楽界に対してモダンすぎるということ、あと演奏も難しいので、大沢久渡が書いたようにはなかなかオーケストラ作品とかが音が鳴らないということがあったと思います。それで彼は日本の身の丈に合わせていくような、もう少し平易な作風に戦中戦後と転換していって、そのまま早く戦後亡くなってしまったので、しかもその後ですね、大沢久渡というのがすごい作曲家だということをはっきり申せば周辺が必ずしも強く認識していなかったということだと思いますけれども、作品が出版されているものも少なかったですから、録音もなかったので、結局亡くなったと同時に忘れられてしまったところがございます。なので大沢久渡がアメリカ、フランスで、それから日本に帰ってきて帰国初期には、やはりこの欧米で培った作風っていうものを発展させて展開していこうっていう意欲旺盛な時期というのが昭和10年代前半まであったわけですけれども、この時期の作品っていうものがきちんと演奏されない形で今日に至っている。 CD にしたものって私がちょっと関係してたので生意気にしたものとか言っちゃいますけど、そういうものもあるんですけれども、大勢の方にまだ十分聞いていただけず、作曲界の中で日本の音楽史の中で進化が分かられていないのではないかと私思っているわけでございます。それで、そういう作品を特集する演奏会というものを今回企画させていただいたわけです。大沢久渡はアメリカ時代、ヨーロッパ時代、そして帰国初期時代、交響曲を3つ、ピアノ協奏曲を3つ、バイオリンの小協奏曲を1つ、コントラバス協奏曲を1つ、その他オーケストラ作品、弦楽四重奏曲、ピアノ五重奏曲、ピアノ三重奏曲、あるいは多くのピアノ曲、そういったものを書いていったわけですけれども、一柳俊さんのお父さんの一柳伸二さんの詩による歌曲なんかもございますけれども、この大沢久渡の作品っていうものの中で、今回はボストンで作曲した交響曲第1番とコントラバス協奏曲、コントラバス協奏曲には四分音とかも使われておりますけれども、しかしこの2曲は世界初演されないまま今日まで至っている。今回の演奏会で初めて音になるわけでございます。それから帰国後に発表した非常にジャズのイディオムを取り込んで、大沢久渡としてはポピュラリティがある作品ということで作ったピアノ協奏曲第3番、朝日新聞社の航空機神風号に捧げられたピアノ協奏曲第3番神風でありますけれども、これは楽譜も一応鹿版ですけれども出版されたり、CD も複数あるわけでございますけれども、まだ多くの方に親しんでいただける状況にはなっていないと思うので、
交響曲第1番、コントラバス協奏曲、ピアノ協奏曲第3番の3曲によって今回の演奏会をお届けしようとするわけでございます。何卒お楽しみにしていただければと思います。今日はこの後、参考演奏といいますか、弾いていただく画面を見ていただくわけなんですけれども、今回の曲目ではなくて、ボストン時代の大沢久渡の作風を典型的に示しているピアノのソナチネから聴いていただくということで、この時代の大沢久渡のスタイルっていうものがこんなものだから、交響曲第1番やコントラバス協奏曲もこんな感じかしらというふうに皆様に思っていただいて、当日楽しみに来ていただけると大変ありがたく存じております。